あと2つですよね、12回目はですね、両方頑張りですからね、この回ノックアウトするつもりで打てばいいですか、はい、10回は本当に前に出ましたね、長谷川、この回出ればですね、あのチャンピオンも限界で来てるんですが、完成しますよ、長谷川の一つ一つのパンチにこうするかのように武道館が揺れています、左のボディ、いや長谷川倒せますよ、倒せますか、倒せますよ、ミラコンを倒れるシーンを、まあ、日本のファンの前で見せられるかどうか、いや長谷川ウルボンボディコンについてに知ってますけどね、そうですね、ここに引かなくても、同時に打てばいいですか、はい、ミラコンもなんとかボディを打ち込んでくる、もうスピードの差が綺麗ですからね、はい、チャンピオン陣営なんですが、ウィラポン表情こそ変わりませんが、はい、右の目の下あたりがやや腫れてきました、そして陣営としてはとにかく体を振ってパンチを打てと指示を出しています、はい、あもうこれだけ必死の陣営の指示を今まで聞いたことがありません、7度目の日本の来日、辰吉を2度、西岡を4度退けた、14度防衛を果たしているバンタム級史上最強王者ウィラポンの画像が崩されるのか、一つの時代が終わりを告げるのか、引くんじゃなくてですね、もうど真ん中で打ち合えばいいんですか、打ち合いをかけますから、はい、さあしかしこれだけ厳しいパンチをウィラポンが打ってきているということか、それもありますけどね、ダメージの度合いが決まるからね、はい、ウィラポンのダメージはあと一発当たりはもう立てないほどのダメージあれですから、はい、ワンツースリーと打っていった長谷川です、セレッソ林さん、はい、何かセレッソさんがタイトル取った時のような展開になってきてませんか、そうですね、もう倒してもらいたいですね、倒すまでのイメージというのもできてますよね、そうですね、その打ち合いがですね、はい、先ほどもう一発当たればもう崩れるところですよね、さあミラボンがしのぎを相談、あそこに危険がある、さあ前に持ってくる、ミラボンも前に出てくる、意地と意地のぶつかり合い、タイ国民は今日ミラボン、タイの英雄の勝利を信じてテレビの前で生放送を見つめています、しかし苦戦しています、長谷川の左ボディもうチャンピオン相当苦しいですよ、第11ラウンド残り時間30秒、レッキュー長谷川初挑戦です、世界初挑戦、日本の辰吉、西岡、3人目の挑戦者がいる、長谷川前に出る、前に出る2人、ミラコンの右を出してきた、さあミラコンが棒出した、残り時間10秒、このラウンド下がりながら打っていく、フック左、右、ミラコンの右が力がなくなってきた、第11ラウンド終了、残すラウンドはあと1つ、武道館、大きな声に包まれています、残すラウンド、最終ラウンドのみとなりました、これまで14度防衛、誰も倒せないんじゃないかという無力感さえこの男の前では感じざるを得なかった、そのウィラポンが苦戦しています、長谷川穂積、ウィラポンの打倒を作ってるか、ウィラポン王朝の幕を閉じることができるのか、最終ラウンドで進んできてますからね、この回逃げ切りに入るんじゃなくて、はい、ど真ん中で打ち合うことですよ、ポイントで最強のチャンピオンに対する気は持たなかったですよ、チャレンジャーですからね、さあジャリビーン逃げ切りに行くことで、ウィラポンの一発が振り返らされますからね、ポイントなんかもう検査しないで前に行くということですね、この回6月のつもりでやれば、チャンピオンになれますから、はい、ウィラポンは98年以来14度防衛、6年間この第位この王座を倒してきました、そして9年間一度たりとも負けたことがありません、45戦無敗、そのミラポンに対してあとこの3分頑張れば世界が変わりますね、ミラポンもですね、長谷川がボディ効いてると思うから、ビギョディ最後の時間にね、ボディだけで逆転の勝つのになるとね、足返していく、顔面返ってきた、セレッソ林さん、はい、最後の死闘ですね、そうですね、まあチャンピオンも笹ですけど、ここで負けたですね、はい、これも行けば人生変えますから、さあ人生が変わる、しかもウィラポンを倒したらとんでもない名誉と地位を築くことができますね、そうですね、辰吉の分、西岡の分、そしてウィラポンの歴史全部をいただくことができるか、ウィラポン、西岡の分、大きな人、大きな追い込んできた、ボディで倒そうということなんですよね、長谷川前に出る、ウィラポンも倒せ、最後の手段もボディ一辺倒にかけてますからね、もうチャレンジャーのボディだけとにかくウィラポンを打ってしまう、もうウィラポンにもバレてしまったらいいんだよね、ボディ引いてるのが、そうですね、さあ長谷川、前にセカンドを出して、あった、一瞬動きが止まったウィラポン、2段のボディ、青コーナーにじりじりと追い込んできたウィラポン、最後の力を見せている、ああ、再生
ウィラポンが倒れたんですか。ウィラポンの顔面のダメージは相当なもんですよ、ウィラポンの顔面が膨張しています。これほどに腫れ上がった顔を見たことがありません。左スク第12ラウンド残り時間1分を切りました。さあ長谷川、仕事ですね、世界チャンピオンになりたいか、世界チャンピオンになれるのか。左スク、左スク、ウィラポンもボディを打ってくる。頭を突き合う、突き捨てチャンピオン、さすがですね、素晴らしいね。あーと右、チャンピオン1回目にダメージに打ちつけて12回までこれだけ攻撃を連続すると思わなかったですね。そうですね。さあ残り時間30秒切っている。ほんのプライドでしょうね。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ最終ラウンド、千里の神戸ジムの長谷川穂積、世界タッグ戦が実を結ぶか。残り時間まもなく10秒、武道館が若者に声援を送ります。ウィラポンが突っ込んでくる。ウィラポンとの壮絶な打ち合いだ、壮絶な打ち合いだ。歴史に残るタイトルマッチが今終了。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、ウィラポンに挑戦した長谷川穂積、結果は安定ということになります。浜田剛さん、はい、この神戸の若武者千里馬神戸ジム長谷川穂積、素晴らしい世界戦だったんじゃないですか。そうですね、ウィラポン今まで一番苦しい試合でしたね。15度目の防衛戦でした。ウィラポン、このバンタム級、黄金のバンタムにおいて最強と言われたチャンピオンです。チャンピオン交代あると思いますね。ありますか。あると思いますね。長谷川今日は打って打って前に出た。今ジャッジペーパーが集計されています。このウィラポンナコンランプロモーションを長谷川下すか。新チャンピオンの攻撃したいですね。そうですね。いやしかしテスコバさん、はい、本当にチャレンジャーすがすがしい試合見せてくれました。いや素晴らしい戦いでしたね。採点です。ジャッジバトルプレメンツ115-113、ジャッジグランフォード116-112、ジャッジゲールバーホン115-113、ビクトリー WBC 世界バンタムウェイニューチャンピオン。ウィラポンを下して一つの時代の終焉を告げました。浜田剛さん、誰も破れなかった男、ついに破れました。新旧交代いつなるかと思ったら、この長谷川がやってくれましたね。あ、そして今息子のひろと君がお父さんの世界の舞台に呼び寄せられました。1ラウンド目のあのパンチでやっぱり決まりましたね。もうやすこさんの目は涙でいっぱいです。いや浜田さん、これはとんでもない歴史上に残るタイトルマッチになりましたね。これだけのチャンピオンで、まあ、30の文字なしですからね、はい、これから総制限築ける可能性のあるスターになる選手ですよね、いや本当によくやってくれました。あと今辰吉さんの談話が入ってきたんですが、辰吉丈一郎、大変なことになったとただ一言、選手さん、今日の試合展開どうですか。この親子が負ける現場に病んだということもすごいし、長谷川選手はそれだけの今日は素晴らしいボクシングをしましたよね。あのアジアのボクシング界どころか、こう世界のボクシング界に大きなインパクトを残したんじゃないですか。バッタの急に差を残しましたね。14回防衛のウィラポン、6年守った辰吉から奪った王座がついに日本に戻ってきました。手に戻したのは千里馬神戸ジムの長谷川穂積です。声を聞いてみましょうか。さあ、それでは話を聞きます。新しい世界チャンピオンです。長谷川選手です。おめでとうございます。ミラポンを破りました。あ、今息子さんを出かけています。ミラポンを破りました。はい、おめでとうございます。
長谷川穂積がウィラポンナコンランプロモーションを下して WBC バンタム級のタイトルを手にしました。武道館から失礼します。世界一受けたい授業2時間スペシャル開講まで。